さか。ん？いや違う。外暗い。もう夕方だ。私は葵。2年前に、うつ病を発症し、ADHD とも診断された休学中の学生。バイでトランスジェンダーだ。そんな私には、今、好きな人がいる。それは。お、あかねちゃんから DM が来てる。なんだろう。葵先生、暇ならなんかやろうぜ。今他のところで通話してるけど、起きて連絡くれたら抜けるからさ。えへへへ、あかねちゃんいつも誘ってくれて嬉しいな。あかねちゃんのためなら、ルイ・ヴィトン・シュプリームコラボの巨大トランクだって見つけちゃうよ。でもいまいち気分が乗らないな。あ、そういえばブロンまだ残ってたな。使うか。私は薬とあかねちゃんに依存している。おいーす。おはよう、あかねちゃん。今日も寝坊してごめんね。できるだけあかねちゃんと長く喋りたいのに、いつも寝坊しちゃうんだよね、私ったら。なんかテンション高いな。もしかして今日もブロン飲んでるの？当たり。だってあかねちゃんと話すなら、やっぱりテンション高くないと楽しめないじゃない。だからね。ね。飲んだの？お酒我慢してるから、これくらい大丈夫でしょ？けど、お酒と一緒にブロン飲むと、あー、はい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 。フルーツジュースでもいいけど。ほどほどにしねよ。去年コンタック OD して救急車沙汰になったんだから、コンパートメント症候群だっけ？まだ右足麻痺してるんでしょ？1年経つけど、まだ治ってないね。まあ、DXMOD はもうしないって決めたし、私、成長してるでしょ？あのな、俺本気で心配したんだよ。コンタックで一時的に健忘したり幻覚見るだけならまだいいけど、発狂して睡眠薬を大量服用もしたじゃん。4日間寝てた時にはさすがに焦ったけどね。気づいたら病院のベッドの上で知らない転生ってやつが起こったよ。あれもいい経験だよね。まあ私のことはいいじゃない。今日は何やる？久々に VR チャットやらない？いいね。前回やったの2年前くらいだったかな。あの時は楽しかったな。あの時は。あの時は。ちょっとタバコ吸ってくる。なんであの時あんなこと言っちゃったんだろう。ただいま、もう VR チャット起動してる。そういえば、俺、VR チャットインストールしてなかったわ。インストールしてる間画面共有してくれない？オッケー。うわ、いろいろ変わってる。なになに？うわ、ほんとだ。こんな部屋みたいなのなかったよね。ポータルがいっぱいある。住みにくそうだけど。僕のゴミ屋敷よりかは住みやすそうだな。今度、俺が部屋片付けてやるよ。代わりに門屋なくれたら、それだけでいいからさ。え、ほんと？世の中がこんな状況なのに会いに来てくれるの？この前来たのは大晦日前だったよね。いや、これは嬉しいな。あかねちゃんと面と向かって話せるだけでも嬉しいのに、掃除もしてくれるなんて。親がいない日だったら、流れ的に、エッチな展開になっちゃったりしてね、ひひ。近所だし、葵先生の気分転換になると思うしね。お、ワールドどこ行くの？全部知らないワールドだしな。行ったことあるワールドがいいから検索してみよう。お、ジャパンシャインあるじゃん。ここにしようかな。うわ、夜だ。あれ？
いつもは明るかったんだけどな。誰かいるじゃん。喋りかけてみなよ。喋りかける？私は無理だよ。見るだけで満足っていうか。ほらどっか行っちゃったし、まず日本人かわかんないしさ。そういえば、青い先生人見知りだったね。一緒に本屋行った時に本が見つからなくて。でも、人見知りだから店員さんに話しかけられなくて、代わりに俺が店員さんと話したくらいだしな。ああ、あの TGS の帰りの時の話ね。しかも、あの本、紙の媒体はなくて、電子書籍しかないやつだったしね。そんな青井先生に、一人で VR チャットは辛いかもしれんな。いや、陰キャなのは否定しないけど、VR チャットは、陰キャでもできる遊び方があるんだよ。ほら、この直立した猫さんを見るとかさ。飽きた。知ってた。やっぱり無理のある遊び方だと思うよ。ああ、聞こえない聞こえない。ああ、桜が綺麗だな。まあ、俺が行けば解決するから、待ってなって、あと半分くらいでインストール終わるからさ。なんか喋ってる。やっぱりこのままじゃ VR チャット楽しめないし、頑張って話しかけてみようかな。ハロー。見向きもしねえ。 V キーでマイクオンにしてないからだぞ。そうじゃん、忘れてた。けどもう一回トライできる気がしない。そういえば僕スキン何にしてたっけ。青井先生、無理しないでね。もうすぐインストール終わるから。青井先生、どうどうしたの。このスキンが何か。変わった看板が頭に刺さってるな。ケニー損保。うん、そう、ケニー損保。何？ケニー損保って。昔ね、友達にケニーって呼ばれてたので、ソニー損保のノリでケニー損保ってネタがちょっとだけ流行ってね。これその時の勢いで作ったスキンなの。へえ、青井先生、俺以外にも友達いたんだ。今度俺も混ぜて通話しようよ。絶縁した。え、その時の友達とは絶縁した。あ、ごめん、そうとは知らなくて。大丈夫、あかねちゃんは何も悪くない。どちらかというと私の方が悪いから。僕、今日は落ちるね。うん、また明日誘うから、その、元気でいてね。